ダーダーサーハバパール継承はインド映画界における最高位の映画賞。インド情報、放送賞の管轄下にある映画祭事務局が主催するナショナルフィルムアワード受賞式の際に発表される。インド映画の成長と発展に貢献した人物が受賞対象となっており、インド映画界の著名人によって構成される選考委員会が受賞者を決定する。受賞者にはメダル、 ショール、賞金100万ルピーが贈られる。映画制作者、ダーダーサーハバパール系のインド映画界への貢献を記念して、1969年にインド政府によって創設された。彼は1913年に、インド初のフルレンクス長編映画、ラジャ・ハリス・チャンドラを制作した人物であり、インド映画の父として知られている。初の受賞者は、 第17回ナショナルフィルムアワードで発表され、女優のデイビカーラーニーが受賞した。2018年時点で49人が受賞しており、そのうちプリトビラージ・カプール・トビノード・カンラーのみが死後に受賞している。プリトビラージ・カプールの息子ラージ、カプールが第19回ナショナルフィルムアワードで父の代わりに賞を受け取り、彼自身も第35回ナショナルフィルムアワードで受賞している。 なお、ラージカプールは、第35回ナショナルフィルムアワード受賞式の際に、全速発作で倒れ、1ヶ月後に死去している。また、受賞者のうちボンミレッティナラシンハレッティとボンミレッティ、ナギレッティ、ラージカプールと、シャシカプール、ラタマンゲシカルとアシャボスレ、バルデーブラージ・チョープラーとヤシュラージ・チョープラーは、兄弟、姉妹である。ダーダーサーハバ・パール系の名前を冠した、映画賞として、 他に、ダーダーサーハバパール系エクセレンス賞と、ダーダーサーハバパール系映画財団賞が存在する。これらの映画賞は民間団体が主催しており、ダーダーサーハバパール系賞とは無関係だが、中央映画認証委員会メンバーのバーニー・トリパティや、ダーダーサーハバパール系賞受賞者のシャーム・ベネガルは、インド映画の父の名前を冠した映画賞が、 複数存在することに対して批判の声を上げており、トリパティは名誉ある賞とその名前に対する重大な侵害行為、映画界のバーラ・トラ・トナ賞に対する敬意にかけている、ベネガルは政府は行動を起こし、すべての映画賞にダーダーサーハバの名前を付けないようにしてください。彼の名前を冠した映画賞は一つだけにしましょうと述べている。この問題について情報、 放送長時間補のアショーククマールパルマルは名称を完全にコピーしているわけではないので対処、しようがありません。これらは名称をねじ曲げて使い、採事を組織しています。そのような採事に参加するかどうかは招待された人たち次第です、と述べている。ありがとうございます。